その2、ココタンコーヒー飲めない。コーヒー苦いもんね。大人はよく飲めるよね。チッチッチ、甘いな二人とも。え、ヒロタンは飲めるの？もちろん、母さんから言われたんだ。ヒーローになりたいなら苦手なものを克服するべしってな。だから俺は克服したんだ、コーヒーを。な、コーヒー苦手なのとヒーローって関係ある？あるだろ。悪者がコーヒーを無理やり飲ませてくるやつだったらどうするんだよ。いないよそんな悪者。まあ見てなって。こう息を止めて、せーの。え、ほら飲めた。やっとじゃん。コーヒードリンカー能力、コーヒーが飲めることを自慢するぞ。へへ、すごいだろ。無理に飲む必要ある？今日はなんか早く起きれちゃったな。ひょっとしてこれは一番乗りかも。ちょっとだけテンション上がるぜ。おはよう。まあ誰もいないよなって。青い、おはようヒロ。おはよう、グッモーニングさん。能力、毎日朝一番早くクラスにいるぞ。いつもこんな早いのか青い。朝誰もいない教室で本を読むのが好きなんだ。あ、消しゴムだ。え、それもう捨てられたやつじゃない？まだ使えるのにかわいそう。かなり使い切ってる方だと思うんだけど。消しゴムはこれくらいまで使わないと。いや、小さすぎでしょ。ハイパースモールイレイサー能力、めちゃくちゃ小さくなるまで消しゴムを使うぞ。トコタンはこれくらいまで使わないともったいないなと思っちゃう。いいことではあるね。トコタンはもったいない精神があるんだね。鉛筆もめちゃ小さい。ハイパースモールペンソーマン能力、めちゃくちゃ小さくなるまで鉛筆を使うぞ。これはまだ育ててるところ。育てるっていうか削ってるんだけどね。トコタンは何でも小さくなるまで使うんだね。へへ、すごい。青いトコタン。ん？聞いてくれ、俺は天才的な発明をしたかもしれない。発明？またどうせくだらないことなんじゃないの？いや、今回はすごいぜ。見て驚くなよ。じゃーん、両方鉛筆。何それ。両方鉛筆ホルダー能力、両方削っちゃった鉛筆を使ってるぞ。危ない。両方から書けるんだ、かっこいいだろ。危なくない？はい、じゃあ席替え通りに席を移動してくださいね。オイラはどこでらか。あ、デラックスくん、よろしくね。女子の隣でらか。なんとなく、なんとなくだけど席をくっつけるのは恥ずかしいでら。ほいでら。え、異性と机くっつけるのなんか嫌マン能力、なんか異性と机くっつけたがらないぞ。なんでちょっと話すのよ。いや、なんとなくでら。ヒロタ遅いね。ヒロが今日はトコタンの家の裏山を探検しようって言ってたのにな。ごめんごめん、お待たせ。もうヒロ遅いよ、10分も待ってたよ。って何その絆創膏。どうしたの、事故でもあったの？ああこれか。いいだろう、ヒーローっぽくて。怪我じゃないの？ヒーローってなんか絆創膏いっぱいしてる人いるじゃん。だから俺もいっぱい貼ってみたんだ。どう、ヒーローっぽいか？心配して損した。ファッションバンテージ能力、怪我してないけど絆創膏貼ってるぞ。鼻の上とかな、あるとかっこいいよな。そうかな。くそ、俺はどうしたら。なになに、どうしたの？聞いてくれよ葵、大変なんだ。大体大変ではない流れなんだけど、一応聞こうかな。明日の当番がいろりちゃんなんだけど。うん。カーテンのとこでずっと話してて話しかけづらいんだ。ああ、ちょっとわかるかも。カーテン裏のミーティング、豪華。カーテンの裏でコソコソ話すぞ。昔カーテン裏で話してる女子に話しかけたら怒られたことがあるんだ。デリカシーがないって。恋バナでもしてたのかな。鼻水が。青たん風邪なのかな。鼻水が止まらないんだ。ティッシュももう全部使っちゃった。ティッシュならいっぱいあるよ。はい、ありがとう。で、箱足りなかったらまだまだいっぱいあるよ。そんなにいる？デカティッシュピーポー能力、ティッシュを箱で持ってきてるぞ。トコタン、鼻炎か花粉症なんだっけ？